皆さんご機嫌ですか？どうもキーボーです。どうもホネオです。人生100年時代って言うじゃないですか。あ、そうだね。医療が発達してみんな長生きしてるもんね。僕ね、正直羨ましいんですよね。え、どういうこと？だって僕、寿命ないですから。こいつ不老不死や。だもんで早速本編の方行ってみたいと思います。この動画で1回でも笑ってしまったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そんじゃま本編行ってみましょう。ポチッとな。落ち着けて、心を落ち着けて、そこ、ゆっくり素数を数えるのよ。素数を数える状況ってどういう状況だよ。そうこさん、めっちゃ震えてる。ウスター、オイスター、おたふく。それ素数じゃない、ソースや。ゆっくりソースを数える状況っていうのも、それはそれでまた気になる。どうしたらコンサートの人気が盛り上がるだろうか。さあ、わからない。いや、無理だよ。歌い手を変えない限り無理だよ。ちょっとしずかちゃん、なんか一言言ってやってくれよ。私のバイオリンと合わせたらいいのよ。もう地獄だよ。これ以上にない地獄だよ。これは死者が出る。ケンシロウの手が震えている。一体何があったんでしょう。髪がない。やはりこれしかないのか。その先に進んだらあかん。何か他に方法があるはずです。ケンシロウしょっちゅう服破いても次の回になるとすぐ復活してるから服はいっぱいあるはずだ。あれ本当に謎ですよね。これはジャイアンが車に轢かれそうなところをのび太が助けてくれたところですね。のび太が命がけで俺を救ってくれた。いや危なかったね。のび太マジでファインプレー。次はないわよ。いやお前がやったんかい。しかも事故じゃなくて殺意がある。そりゃのび太も震えるわ。三ツ矢サイダーに見間違えたろ。俺もだ。俺もです。薄めにしたら完全に三ツ矢サイダー。あ、姉夫婦。最悪だよ。正月家族で集まりたくない。生まれてくる子供がかわいそう。もう我慢できぬ。お湯を入れてから10秒。いや早すぎるよ。せめて1分は待とう。もはやちょっと湿ったスナック菓子か。これは皆さんわかりますよね。日本人なら誰もが知ってる有名な童話。親父じゃねえか。かぐや姫、まさかの不女子。とっとと月に行って二度と帰ってこないでくれ。